皆さんこんにちは、安風です。新しく、組んだ、ゴールドタンパーですけども、ですね、リアがオイルが、この、オレンジの300ですね、フロントもオレンジの300ですけども、ダンパーの、このスプリングは、リアはゴールド、フロントは、ブラックにしてみました。これね、押した感じね、ちょうどいいんじゃないかな。まあシルバーもいいんだけど、ブラックもいいんじゃないかっていう感じで、今回ブラックを採用しました。ただここに使っているオーリングがね、リアは普通のオーリングなんだけど、フロントは X断面型オーリングということで、フロントはスムーズに動きます。まあ、これで、アルティマがどのような走りをするのか見てみたいと思います。はい、安風です。明日のうち雨降ってたんですけども、まあ、午後になってる雨が止んで、来ましたんで、ちょっと暗いんですけど、アルティマがどのような走りをするのか見てみたいと思います。ではアルティマ発進。まずは直進性です。いつものように直進性を見ています。問題ないですね。次は定常沿線からいきます。まずは 最小回転半径ね、それからスロットルをミディアムにしています。問題ないですね。スロットルを上げていきます。若干、外へ流れるようになりますけども、まあこんなもんでしょう。次は、ギャグ回り、スロットル最小から、中間にしていきます。煽っていきます。外へといきますけど、まあこんなもんでしょうって感じで、次は SG いきます。非常にスムーズに SG に入っているのが分かると思います。次はスラローム。次はスラローム行きます。いい感じにスラローンしているのが分かると思います。次は、サーキット風に走りたいと思います。はい、安風です。いかがでしたかね。新しく組んだゴールドダンパーと、まあ、その設定はね、前回とは違うところは、何ですか、フロントの、スプリングをシルバーから、ブラックに変えたよっていうところですかね。そういったところで、このアルティマが、どのような走りをするのか見てみたかったんですけども、いかがでしたでしょうか。ということで今回これで終了です。お疲れ様でした。さようなら。